いや、アニメ出演してねえペコだよ。ペコーラじゃねえペコだからあれ。いや、違う違う違う。なんかアニメおめでとう、出演おめでとうってね、なんか言われてるペコだけど違います。いや、アッシュでしょあんなの。ペコーラ、ペコーラのなんかアッシュバージョンペコじゃん。知らない知らないペコラ、マジでびっくりしたもん。え、なんかさ、ペコラート見てたらすごいなんかペコーラのその、あ、それが流れてきてて、え、みたいな、何って思ったら、よくよく遡ってみるとね、あれだった。異世界のなんかアニメのやつのなんか出てたらしい。顔もさ、この顔、こんな顔してたよね。この完璧で笑ったよな。こうやって耳さ折れてさ、こんな感じだったよね。こんな感じで、しかもちゃんと人参の刺すところ合ってたし。いや、人参の刺すところとか、ポッケにさ、ペコーラさ、あの人参入れてるペコなんだけど、そこもね、なんかもうパーフェクトだったの。そう、でもなんか全くさ、コラボとかじゃないペコだからね。いや、ペコーラもびっくりしたんだから。そう、ドンちゃんもいたの。そう、ドンちゃんも。いや、そうだからペコーラもびっくりして、なんかわかんないけど、ペコーラじゃない足がアニメに出てるみたいな、もうそれ状態、置いてけぼりよ、ペコーラにしては。だからペコーラは今日はアニソン歌って、いつかペコーラ、宇佐田ペコーラがね、なんかどっかのアニメにプンってさ入らないかなっていうのを期待して歌おうとするから。アニメ関係の方々、あと、まあ、あの漫画とか、あのそういうあの関係者の方々いらっしゃいましたら、ぜひうさらペコラまで、あの、はい、あのペコだけでも全然ペコラ頑張って、あの話しますペコですので、ぜひね、お声掛けよろしくお願いします。モブでも、あのそこら辺の道端に落ちてるウサギのね、あの役、あの全然何でもやります。もう死にかけのウサギもやるので。あれがさ、ペコラだったら、あ、はい、みたいな、あ、出てましたよ、みたいな言えるペコだけど、あれだってペコラじゃねえんだもんな。ペコラじゃ、姉妹じゃねえんな、あれは。貧乏時代のペコラかもしれないね。ほら、ペコランド追放された時のさ、あれかもしれない。